本読んでやがる。くそ。うるさい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 。今何キロなんだろうかちょっと測ってますか。61.23キロ。え、なんか増えてなんだ。ブレンディ今日のお言葉。何が出るかな、何が出るかな。今日も頑張ってるね。いやまだこれからだよ。あ、ちょっと入れすぎた。この朝食できました。朝食ができました。今日はおやしポンポノして丸ごと一部です。あとこれではいただきます。完食。ピケじゃありません。蜂蜜です。蜂蜜を夫がこうやって置いとけば溶けるんじゃないかと。なんか洗濯ネットについてたんですけど、どこのやつでしょう。なんか昔流行ったペッタンみたいですね。ペッタン流行りませんでした。ペッタン知ってるか。ペッタン今日は晴れてよかったね。よかったよかった。外を見る蜂蜜、たまりこぶった2日分の洗濯をします。ちょっとこの量また持ってくの。ああ大変だこりゃ。今日もベランダの平和と安全を守ってくれるまもるくんです。まもるくんよろしくお願いします。すごい強風ですね。今日は強風と暴風の間ぐらいですかね。でも天気って乾きそうです。あーもうお昼か。
早いな。今日は3時半から歯を抜きに行かないといけないので、あんまり臭いものは食べれないので、お好み焼きをパパッと作ります。具はもうなんか解凍するのがめんどくさいんで、じゃこと納豆、まあいっか、焼いちゃえばいいよね。ネギネギ。60回入れるといいらしい。なんかこうやって空気を入れながら。フライパンが温まったので、こいつを入れていきます。じゃーん、できましたー。じゃこ納豆お好み焼きに、マヨネーズがもうあと少しなんで、この中につけて食べたいと思います。中には、からしも入れて、からしマヨネーズになってます。ここにつけながら食べます。で、デザートのモンブランです。なんか、午後から歯医者とかなんか、すごい珍しいんで、食べるものにちょっと気をつけちゃいますけど、とか言いながら青のりが乗ってます。1時間も歯削ってるんで、歯抜くんで、お茶の量半分にしました。トイレ行きたくなると嫌なんで。ではいただきます。もしかして、もう夜ご飯が食べれないかもしれない、私。歯が痛すぎてご飯が食べれないかもしれないから、もう食べておきます、プリン。完食しました。ケちゃん、行ってくるね。終わりました。はあ、疲れた。よかった。綺麗に抜けたみたいです。今歯抜いてきたんですけど、まだ顔の半分が麻酔で痺れてて、うまく話せないんですけど、ガーゼ噛んでるってことはいいなんですよ。で、もう口の中は血の味でいっぱいで気持ちが悪いですね。すごく。3時間ぐらいで痺れはなくなるみたいなんですけど。とにかくうがいしたいんですけども、血が止まってないんで、はい、当初1時間予定してたんですけど、なんか難しいらしくて、でも30分で無事抜けまして、歯を半分に切って割って骨削ってやったんですけど、もううまく喋れなくて気持ちが悪いです、すごい。でも本当抜けてよかった。麻酔がね、麻酔ってすごいですね。全然痛くない、何も痛くない、痛みなかった。本当に麻酔の軸もチクってしなかった、打つ時も。喋り方おかしいですけど、早く麻酔切れてほしいです。どうぞ。つばも飲み込めないし、ご飯も食べ、お代金はこちらになりまして、お薬はこの2つをもらいました。なんか、これさ、風邪の時にももらった気がする。風邪の時。ガーゼは2枚、替えのガーゼは2枚もらって。肩を揉んでくれております。
とても肩が凝りました。毎日毎日仕事が終わった後に疲れた体にムチを打って妻の肩を揉んでいます。久しぶりでした。全然しびれてるんですけど、公開で行うべきだと主張し、思いませんでした。このため、与野党間で調整されていた、あさってと翌29日の会は推進